イメージコンサルタントの清香と申します。普段私は、似合わせコンシェルジュとして YouTube で、情報をイメージコンサルタントの情報をお伝えしております。今回ご紹介いただく椎名の商品企画を担当しました株式会社プリアンファの木村と申します。モデルを務めさせていただきます川島です。石井と申します。本日はよろしくお願いします。で、椎名なんですけれども、シーンを選ばずに、なりたい自分を実現させるっていうことをコンセプトに、気軽にネイルを楽しんでいただけるようなブランドのコンセプトになっています。ジェルネイルにはなるんですが、ポリッシュタイプになっているので、セルフネイラーさんだったり、もう自分でネイルを楽しんでる方に、すごく塗りやすく簡単に試していただけるものになっています。じゃあそしたら、ネイルを選びやすいようにするためになんかこうヒントがあるといいかなと思うので、パーソナルカラーを実際にお二人にやってきたいと思います。参考になります。もうちょっと早く知りたかったネイルの色ってパーソナルカラー関係あるんですかってよく質問されることがあるんですけど、手の色って皆さん結構こう焼けやすいところじゃないですか。なのでここにパーソナルカラーに合う色を持ってくると、すごく手元明るく補正してくれる効果があるんですよ。例えばなんですけど、お家にその折り紙みたいなのがあれば、これゴールドなんでイエベの方に似合うんで、これも当てた時にすごくツヤ感というか肌が綺麗に見えるんですよ。で、ブルーベースの方だとシルバーの方が似合いやすいので、これを当てた時に肌がパッと明るく見える。なんかすごい似合ってますね。反対に当ててみたりすると、例えばブルベの方がゴールドにすると肌が黄色っぽく見えたりとか、イエベの方がシルバーにすると青ざめて見えたりとか。ちょっと暗く見えるのか、そうなんです。手元がちょっと暗く見えちゃう、ネイルでも同じ現象がこれが起きるんですよ。なのでパーソナルカラーに合ったネイルカラーを使った方がやっぱり印象的にもすごく綺麗に映えますし、なんかこう見てて涼しく感じる、こういうちょっとグレイッシュな色味がウィンター向けで、見ててあったかく感じる、こういうなんていうかコーラルっぽい色味、この辺がスプリングの方に似合いやすいカラーですね。リクチャーじゃないんですけど、実際に2人に試してもらえたらと思っています。はい、そうです。刷毛の形がオーバル型になってるので、カラージェルについては、爪のこのキューティクルっていう甘皮ですね、そこに合わせて、すごく塗りやすい刷毛の形になっています。この際の部分ですかね、が塗りやすいです。すごいオーバルなんで、テクスチャーもサラサラなので、こうぼってりと厚塗りになっちゃったりとか、そういうのもなりにくいテクスチャーなので、本当にマニキュア感覚で塗れるようなテクスチャーになってます。私はマットなので、結構、しっかり一度塗りでいいかもね。なんか全然二度塗りしなくても綺麗ですもんね。しっかり発色ですね。これが二度塗りの状態ですね。すごいナチュラルなんですけど、塗ってないのと比べるとこんな感じで、すごい比べると分かるけど、本当に素の爪の状態に近いから、オフィスとかにも全然浮かない。なんかこう塗ってできます。あー、できました。わー、すごい綺麗。やっぱ馴染みがいいですね、その色味。まず石井さんが使ってる色が、18番をベースに10番のラメグリッターがついてるものを重ねております。私はこの002のチークをベースに011番のラメを重ねました。私今日これ初めて塗ったんですけど、私も本当になんかこんなにすぐ簡単にできるんだっていう、ちょっと驚いてます。意外とラメを重ねるのもいけました。はい、今後もカラー展開はどんどん増やせていけたらなと思ってるので、今多分まだパーソナルカラーに合わせた色が少ないものとかもあると思うので、いろんなカラー展開をちょっと考えていこうと思います。楽しみ。